場内ではまず英語から選手の紹介が始まっております。1コースが日本の廣田、2コースがカナダのウィリアムス、3コースがオーストラリアのナラコット、そして4コースがカール・ルイス、5コースがドン・コーリー、ジャマイカ、6コース、トーマス・シュローダー、ドイツ民主共和国、7コース、日本の宮崎、そして8コースがマーク・マクニールです。さあ、ルイス、今年初めてのレースを前に、今、どんな心境なんでしょうか。ゆっくりとスターティングブロックを確かめるように、スタートの体勢に入ります。スタートはそれほど速くありません。カール・ルイス、さあどうか。カール・ルイス、ルイス負けるか。ナラコット、ナラコットが出た。ナラコットが勝ちました。カール・ルイス敗れました。6秒60、オーストラリアのポール・ナラコット嬉しそうです。佐々木さん、はい、ヘルシンキでこの人は7着だったんですね、100m。 そうですね、してやったりという感じですね。はい、ナラコットはですね、去年の10月の東京でですね、はい、60m で6秒8に、はい、日本の有川とか荻間に負けたんですね。そうなんですね。さあ、スロー VTR ご覧いただきましょう。あ、やっぱりルイスはちょっとスタートが高いですね、いつもよりもね。ナラコット、そして8コースのマーク・マクニール、この2人がよく出ております。ルイスがここから追い上げます。ここから本当はルイスがトップスピードに常になるんですね。だいたい55メートル過ぎてからスピードを上げてくるわけですね。はい、あともう10メートルあったらこう追いついたかもしれませんね。はい、体勢を見ますとルイスがようやくトップスピードに乗ったところでゴールだったと。そうですね、やはり先ほど申しましたようにこうジャストミートされて先行されるとやっぱり苦しかったでしょうね。特にナラコットの場合はオーストラリア今ちょうどシーズンですからね。あ、南半球ということで、そうなんです。一番ね、体の、まあ、コンディションが一番いいところなんですよ。今度は正面から、やはり高いですか。高いですね。ちょっと腰が出遅れてますね。やはり走り慣れてないという感じがちょっとここでは見えますね。この辺の走り方はさすがに美しいですね。もうよくリラックスされてます。今度は上のカメラからです。この辺からこう膝が前へ前へ伸びてきますね。はい、だいたい 100m43 歩ぐらいでこの人は走るんですけれども、はい、